ですけど、はっきりしない天気になっております、でも心は晴れ晴れと、また今日も一日頑張りましょう。最初の曲の紹介をいたします。昭和14年、ある雨の午後、リック・ミネさんの歌であります。リック・ミネさんといえば、戦争に影響されまして、名前を変えなさいと言われたり、また曲が出せないというような、いろんなことを受けておりました。昭和14年、ある雨の午後はディック・ミネさんにより誕生しました。古賀政男さんが HKO 大社、ディック・ミネさんは作曲者にジャズ・サックス奏者の大久保徳次郎さんを指名、島田さんの作詞、杉原さんの編曲、リック・ミネ・エンド・ヒズ・セレナーダスの演奏により、ある雨の午後は作られました。日本は物価賃金の凍結を閣議決定、第二次世界大戦勃発により国際的な物価高騰、原料資材の入定難となったため、こうした物価統制が闇市を生み出し、統制を呼ぶという悪循環に陥りました。それでは、ある雨の午後、リック・ミネさんの歌をお聴きください。出だしちょっと、ある日の午後、思い
リック・ミネさんのある雨の午後でありました。2曲目を紹介します。昭和14年、上海の花売り娘、岡春雄さんの歌であります。岡春雄さんは戦前から戦後にかけて活躍しました流行歌手であります。千葉県木更津出身であります。本名は佐々木達夫さん、愛称はおかっぱるという名で呼ばれておりました。おかっぱるさんの全盛期は、終戦直後でありました。彼の底抜けに明るい歌声が平和の到来と解放感に満ちた時代にはまれたのであります。昭和9年に上原玄斗さんと後に妻になります岡田京子さんと出会います。浅草や上野界隈からの酒場などを流しながら音楽の勉強をします。当時人気絶頂でした庄司太郎さんから激励をされたのもこの頃でありました。昭和13年にキングレコードのオーディションを受け、上原さんと共に所属します。それでは昭和14年、上海の花売り娘、岡春雄さんの歌をお聴きください。ほのかに揺れる宵のシャンパイン、花売り娘、誰の肩身が可愛い耳はじっと見つめる優しい瞳。ああ、上海の花売り娘、君の夕べも小雨の宵も、みんなと上海花売り娘、白い花かのピンクのリボン、キュスも懐かしい黄色の小靴。ああ、上海の花売り娘、の酒も夢のシャンパイン、花売り娘、パイプくわえた
マドロスたちの浮かす煙の消えゆく影に、ああ上海の花売り娘、はい、次の曲を紹介します。イタコ呼ぶね、北連太郎さんの歌であります。時間がありませんので、すぐお聞きしたいと思います。昭和14年、イタコ呼ぶね。お願いします。ちょっと。今ちょっと、機械の手配をしております。しばらくお待ちください。Thank you.
はい、ここからは第2ステージで昭和20年代から30年代の歌をお届けしたいと思います。昭和24年流れの船歌、竹山逸郎さんの歌であります。流れの船歌は昭和24年に発表されました竹山逸郎さんの曲であります。ご存知の方は少ないと思います。竹山さんのヒット曲は何といっても異国の丘であります。異国の丘のヒットで作曲家として吉田たりしさんが有名になりました。他にも月寄りの使者、誰が有名な曲がヒットしています。昭和24年流れの船歌、竹山逸郎さんの歌をお聴きください。竹山逸郎さんの流れの船歌でありました。続きまして、昭和24年あんこかわいや岡春夫さんの歌を紹介します。岡春夫さんは昭和29年、糖尿病から白内障を併発、それを救ったのが妻の支えと親友の上原玄人さんの二人でありました。会いたかったぜでのカムバックでした。しかしその後再び、病状に復し、上原玄人さんと死という不幸にも見舞われました。葬儀に出席した岡さんはほとんど失明状態で、一
人で歩けなかったといいます。それでも村井に立ちたい執念、昭和43年2度目のカムバックを果たしています。岡春夫さん、あんこかわいや、昭和24年の歌をお聴きください。岡春夫さんのあんこかわいやでありました。続きまして、昭和24年悲しき口笛、美空ひばりさんの歌を紹介します。この曲は美空ひばりさんのデビュー曲ということになっております。実はこの曲以前にカッパブギという一曲がありました。しかし全国的に流行したのはこの曲が最初です。カルチャー上司の岡井、世界的指揮者でパーカッション奏者の岩木宏之さんは、美空ひばりさんが幼児の頃からクラシック教育を受けていたらマリア・カラスに匹敵する世界的大歌手になっていたろうと語っております。昭和24年悲しき口笛、美空ひばりさんの歌をお聴きください。他のホテルの赤い日も胸の明かりも消える頃、
はい、ここからは第3ステージに入ります。昭和40年代から昭和50年代の、歌をお届けしたいと思います。1曲目が昭和51年盆帰り、中村雅俊さんの歌であります。この楽曲は1975年10月5日から1976年10月10日まで日本テレビ系列で放映されましたドラマ俺たちの旅全46話のうちの、昭和51年5月23日に放送されました33話、妹の涙をある日見たのですの挿入歌にも使われました。昭和51年盆帰り、中村雅俊さんの歌をお聴きください。花がすり君が舞う花祭り、ひとときをふるさとの懐に遊ぶ
明日には村離れ、汽車に乗り村忘れ、一年も忙しく過ごすのはなぜ。汽車に乗ればふるさとの手土産の一輪の花の色、焦ることを知りながら、暮れ方の盆帰り、火落とす花祭り、今宵またふるさとの駅を立つ影、いくつかの年月を繰り返すこの旅を、窓により言われなく思うのはなぜ。汽車の窓に場所へと知りながら、時の盆帰り、すぐにまた振り返り、気ぜわしく上りの汽車、乗り込むのはなぜ。足で水を跳ねた夕暮れの丘で星を数えた、突然の雨を木陰に逃げた、ふるさとの君の姿、拭いきれないと知りながら、中村雅俊さんの盆帰りでありました。続きまして、昭和51年、落ち葉が雪に、布施明さんの歌であります。この曲はサントリー銀ダベルの CM ソングで、本人も出演して、俺後輩が限度かなの流行語を生み出したり、人気番組見頃食べ頃笑い頃で単独コーナー、会場からの漫談と歌を持ったりして、まさに人気絶頂の頃でした。落ち葉が雪に、布施明さんの歌を聴きください。
と恋しさの甘み、書き始めた日記、もう一人の僕との出会いがあった。寂しさに慣れた今、この葉づくも去って、押し花残るページに思い出を語る。落ち葉が雪に、そしてうららの小川の水に流れるように、どうして僕はここにいるのだろう。手笛鳴らし帰る子供たちの影に、淡い夢をたどって月がまた昇る。忘れていた愛の灯火をつけても、だけだるい言葉でページが続くだけ。落ち葉が雪に、そしてうららの次の歌を紹介します。友達と歌番組の見学に行った際に、スカウトされました。テレビ局の人から、冗談でいいから番組で桜田淳子さんの歌を歌ってみてくれないかと持ちかけられ、 OK したことがレビューの発端となりました。1976年6月、恋人試験、忘れ去られていた松本千恵子さんに CM で大ブレイキングがありました。当時のレコード売上優先放送、ラジオ、テレビのベスト10番組などの順位を参考に、話題性を超えてスポニチ、ネックスが独自に決定したものでありました。それでは恋人、ちょっと失礼しました。1976年発売の、シングル恋人試験は、歌詞が笑いになりました。しかし前世紀に、婦人科に入院しました際、釈明記者会見を行わなかったことなどから、さまざまな憶測を呼んでしまい、アイドルとしての、人気が下降しました。その後は日活ポルノロマンなどに女優として出場するようになりました。それでは
松本千恵子さんの恋人主演をお聞きください。私の一番可愛いとこどこですか。次のうちから一つに丸つけて、耳唇小さな瞳、胸首筋丸いお花。はい、ここからは第4ステージ、昭和60年代の歌をお届けしたいと思います。昭和60年、華麗なる賭け、田原俊彦さんであります。華麗なる賭けは1985年8月にリリースされました、
田原俊子さんの23枚目のシングルであります。オリコンでは顔に描いた恋愛小説ロマンス以来自身12作目の1位を獲得しました。田原さんはこの作品以降1位から遠ざかり、1989年のごめんよ涙まで獲得できませんでした。華麗なる賭け、田原俊子さん、どうぞお聞きください。次の歌を紹介します。昭和60年リボン、堀ちえみさんの歌であります。リボンは堀ちえみさんの13枚目のシングル、1985年1月23日に、ポニロールキャニオンからリリースされました。リボンお聴きください。
はい、皆さんまた今週も、時間になってしまいました。パーソナリティは荒城と、はい、波平でした。2人でお届けしました。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。